はい、どうも。はい、どうも。はい、どうも。フレットレス芸人藤田です。今回の動画は久しぶりにちょっと双方解説的な動画になっておりますので、よかったら参考にしていただいて、皆さんの演奏のプラスアルファになればいいかなと思っております。では行ってみましょう。で、今回のテーマはフォームでございます。でもフォームって例えば左手のフォームとか、例えば右手のフォームとかいろいろあるんですけれども、そっちではなくて、この肩とか上半身の使い方ですね。このあたりについての内容になっております。演奏している時に、前生徒さんとかあとお客さんに聞かれた時に言われたのが、全くこの肩のライン動かないですよねって言われたことがあります。そう、僕ね、演奏している時にこの肩のライン動かないんですよ。なぜ肩のラインを動かさないかっていうと、僕は演奏している時によく言うのが、どこで楽器を支えてますかっていうのはよくレッスンの時に説明したりします。これ僕はね、どこで楽器を支えているかっていうと、まず左肩、この部分、そして楽器のピックアップにするこの親指、そしてここの上腕部分、楽器をこうやって押さえるところね、この3点で支えてます。それでなぜそれがこの肩が動かないっていうラインにつながるかというと、この部分を動かさないことによって、常にこの右手と左手のこの距離感が一定になります。だからどういう風な状況になったとしても安定した演奏ができるという風に考えております。で、たまにツイッターとかで演奏拝見させてもらった方とかで、こういう風に演奏しちゃう方、たまにちょっと拝見するんですけど、これはね、まあ、ちょっとあれなんですけど、惜しいなというふうに思います。ここを動いちゃうということは、支えを一個押し出しちゃうということなんですよね、肩の支えが。なので、そうすると演奏がすごくブレやすい、楽器にかかる圧力が分散してしまうので、音色が安定しない。なので演奏するときはなるべくこの肩周りとかこの辺りっていうのは固定じゃないんですよ。固定するって意識持っちゃうと体に力が入っちゃうので、変に動かさない。こう首はこうやってリズム取ったりとかするといい感じなんですけど、もう首を取った時にこの肩とかこの胸まで動かさないようにした方が僕は演奏しやすいと考えております。普段演奏してる姿だったとか、ちょっと今日なんか演奏の調子が悪いなっていう時とか、例えばこういう動画に撮ってもらって、ご自身のフォームをちょっと一回チェックしてもらうのがすごくありかなと思います。というですね、ちょっと解説をしたところで、今からまたとある人の僕のベースソロを聞いてもらうんですけど、どちらかというと今日は演奏内容というよりかは肩周りの動かさなさですね、このあたりに着目して聞いていただけたらいいかなと思います。ではちょっとベースソロどうぞ。本当に動かないでしょ。この辺がずっとビターンと固まって、こういう状況で動いてます。で、これね、いろんな人の、例えば世界のトッププロのフォームとか見てもらったんですけど、結構ね、やっぱこの辺り動かないんですよね。
まあ、例えば首とかすごい動いたりとかするんですけど、この肩腕周りがわりかしグッと固定じゃないですか、わりかしフォームが一定の状態でやってるんです。そうすると演奏も安定しますし、リズムの安定とかにはつながるかなと思いますので、ぜひよかったら参考にしていただけるといいかなと思います。というわけでこの動画はここでおしまいです。この動画がすごく参考になった、よかったなって方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。藤田でした。バイバイ。